ロードするブロックへ。このブロックロード中でちゅー。電源を切ったりしちゃダメでちゅー。ロードが終わったでちゅー。あっちゅう間に次の日でちゅー。別にバンドなんか入りたくないんだけど、もしどうしてもって言うなら入ってあげてもいいんだからね。お願いお姉ちゃん、バンドに入れて。もう誰だこれ。待ちなさい。私がいいって言うまでその扉開けるんじゃないわよ。よし、入っていいわよ。背後からお前のことを精一杯見守ってるぞ。私のことも忘れないでくださいね、つくねさん。あたしはお姉様が好きなんだから勘違いしないでよね。見てわかんないの？宿題してんのよ。忘れなさい、今すぐに。終わりましたか、主膳さん。もう少しです。ちょうどよかった、青野くん。後輩の面倒を見てくれない？その子宿題を忘れたから居残りなの。成績はいいんだけど、なぜかいつも宿題はやってこないのよね。こんなやつに。先生ちょっと。それじゃあ青野くん、あとはよろしくにゃ。何よ、早く始めなさいよ。あんたが勉強を教えてくれるんでしょ。それだけは嫌。こんなことバレたら心配しちゃう。牛女やストーカーのバカが映ったって。このことをバラしたら分かってるでしょうね。じゃあ早速だけど、この問題を教えてちょうだい。数式の空欄に数値を代入して完成させるでちゅう。もたもたしてると制限時間に間に合わないので気をつけるでちゅうよ。
終了でちゅ。大変よくできたでちゅ。待ちなさいよ。あんたがどうしてもって言うなら、私の家庭教師させてあげてもいいわよ。まあいいわ、それで。あんたがどうしてもって言うから、仕方なくなんだからね。彼からの功績は認めざるを得ないだろう。これでも朝より全然マシなんですけどね。みんなの適性とか知りたかったですけど、本番まで時間がありません。くじ引きでパートを決めちゃいます。私がボーカル。あんまり自信ないけど。そんで私がギター、みぞれがベースと。作詞を担当する。そしてこの私、天才少女千藤ゆかりが。クルムちゃん、多分それ違う。忘れてました。どうしましょう。ココア、どうしたの？いきなり。そうだ、ココアちゃんにドラムをやってもらわない？
血女にしては知恵が回る。それは明暗だ。確かに叩くことに関してはココアさんは一流。ココア、もしよかったら私たちのバンドに入ってもらえないかな。いや、ココア、お姉ちゃん、いい加減目を覚ましてよ。いつまでこんなぬるい連中と慣れ合ってるの。口が過ぎるわよ。うるさい、うるさい。ドラムだかなんだか知らないけど、私は絶対に嫌。死んでもこんな奴らと慣れ合うつもりはないんだからね。何あれ、感じ悪い。身内の顔が見てみたいな。みんなごめんね、気分を悪くさせちゃったかな。恋人になってくれないか。実は音楽祭でオリジナルを演奏しよう。という話になったんだ。そっちはゆかりの方でやるらしい。歌詞は私が担当することになったんだが、それがダメなんだ。テーマがラブソングなんだ。しかも幸せな感じの。さっきから試しているのだが、どうしても演歌調になってしまう。冬の日本海、耐える女。冬の日本海、耐える女。ダメだ。だから振りでもいいんだ。
願いだから、私と恋人になってくれ。本当か。お前は本当に優しいやつだ。まずは待ち合わせるところから始めよう。大丈夫、ちゃんとプランはあるから。それじゃあ待ってるからな、ダーリン。空欄に数値を代入して完成させるでちゅう。もたもたしてると制限時間に間に合わないので気をつけるでちゅよ。終了でちゅう。大変よくできたでちゅう。吸わせて。
緒に遊びましょ。背後からお前のことを精一杯見守ってるぞ。私のことも忘れないでくださいね、つくねさん。私はお姉さまが好きなんだから勘違いしないでよね。セーブするブロックを選ぶでちゅう。セーブ中でちゅう。電源を切ったりしちゃダメでちゅう。セーブが終わっ、セーブする。